ホリエモンチャンネル。おはようございます、フレイです。おはようございます、寺田由紀です。それでは今日の質問です。先週のメルマガで紹介されていたテル、面白いと思いました。飲食店以外ではファッション、ホテル、旅行、アクティビティなどのなどでの応用を考えましたが、堀江さんならどんな応用法が成功しやすいと思われますかという質問です。はいはい、ということで本日のゲストご紹介します。キャンセル代表取締役山下恭平さんです。よろしくお願いします。じゃあ質問からいきたいと思います。質問の答えいきたいと思います。インスタグラムの写真で、綺麗なものがたくさんあって、それをベースに選べるというのがポイントなので、まあホテルとか旅行あたりじゃないかなと。トリップアドバイザーのライバル的なと。ごめんなさい、僕テルっていうサービス、私もテルが全然なんか、まあ、そんなにマイナーなサービスなんでまだ。あ、要はインスタグラムの写真を取り込んで、はい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 、そこについてるジオタグを、あ、なるほど、でこんな感じで、あ、なるほどですね、はい、今だから飲食店とかインスタグラムで探す人が結構いるんですよ。そうですね、増えてみたいですね。わかる、うん、インスタグラムで綺麗な自分がフォローしてる人が美味しいお店の情報アップしてたら、うんうんうん、これ美味しそうだって言って、うんうん、そこにジオタグがついてるんで、それを見て行ってるんですよみんな、うんうん、ただそれは網羅性がないから、うん、あくまでもタイムラインなんで、うん、このタイムラインに流れてくる美味しい写真から行くのはできるけど、うん、網羅性はないわけですよ、うんうん、逆に東京で美味しいお店はどこにあるんだみたいな、うん、それがパパパパパッと出て、あー、なるほどね、インスタから引っ張ってきた情報を網羅性があるように、ま、いや網羅性がある、検索ができるっていうことなんですよ、うんうん、いいじゃないですか。旅行とか、うん、ホテルとかはまああるんじゃないですかっていう、うん、あ、なんか有名な観光地とか、うん、なんかおしゃれなホテルみたいなのがご当地の料理、まあまあまあ、うん、それはレストランなんで、さっきのテルってサービスも多分そうなんですけど、それ以外でどうなんですかっていう、うんうん、いやだから例えばどっかに行きました、例えばこの間メキシコのカンクンってとこ行ってきたんですけど、うん、カンクンに行きました、うん、でカンクンって何があるのみたいな、たらなんか人気のスポットがバーッて出てきて、例えばセノーテっての有名なんですけど、なんか鍾乳洞がこう水没してるんですよ。すっごい綺麗で、で鍾乳洞と鍾乳洞のつながってて、水没してるからダイビングができて、だから結構幻想的な。でもカンクンに行ったらセノーテなわけ、絶対。だけどまあそこまでわかるかもしれないけど、うん、じゃあどこの性能ってばいいみたいな。あ、どこのとかもあるんですね。もう要は100個以上あるから、うん、どれがいいかってやっぱ写真から見たいわけじゃない。確かに、例えばそういうのはいいかな、うん、どの性能ってが一番自分が行きたいだろうなみたいな、うんうんうん、確かに、はい、そういうことです。そういうのでいいんじゃないですか。じゃあそういう感じです、はい、ので参考にしてみてください、はい、それではカメラに向かって最後告知お願いします。宿泊予約の権利売買サービスキャンセルというサービスを運営しています。名前の由来は、キャンセルをキャンセルできるからキャンセルです。よろしくお願いします。私はめちゃくちゃすごいなって思いました。はい、ということで5月17日から21日まで私寺田由紀ですね、舞台に出演します。桃語という作品でヒロインやりますので、久しぶりのヒロインです。ぜひ皆さん見に来てください。そして、この番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの質問に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただきますと、堀江さんが全質問に答えてくれますので、ぜひ皆さんメルマガ登録もお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？